ブラック&デッカーマルチエボサンダーヘッドの紹介です。内容の確認です。ヘッド本体、サンドペーパーの取り付けはマジックテープになっていて、先端部分は交換が可能です。集塵器アダプター、集塵器を取り付けるときに使います。説明書はコードレスマルチツールベーシックの説明書になりますので、他の、2種類の説明も一緒に書かれています。サンドペーパー80番120番が各5枚ずつ、耳になっている部分は切り取って先端部分が摩耗した時に交換用に使います。サンダーヘッドの回転数は1分間に9000回、連続稼働時間は11分になります。少し変わった形状の小型のサンダーヘッドになります。簡単な使い方の説明をします。サンドペーパーは耳の部分は先に切り取りをします。この部分だけ摩耗した時の交換用になります。本体の形に合わせて押して貼り付けをします。本体に接続をして正回転で回すと早く振動をして研磨をします。それでは付属していたサンドペーパーを使って木材を研磨してみたいと思います。80番のサンドペーパーで木材を研磨します。形状をしてますので、細かい部分の作業には使える商品です。